こんにちは、ミカドロクスだぜのアルタリです。今日はね、以前やったインドグランディスとホーペの、交雑種、交雑種が全部3頭を羽化したんで、それをその個体たちを見ながらいろいろ考察していきたいと思います。いやー、俺もねあんまりまだはっきりとはいろいろ見てないけど、なかなか面白い、なかなか面白いね。でこれ今回3オスなんだけど、今回というか3オスしか取れなかったんだけど、あと3メスかな、3オス3メス、いろいろちょっと面白いまあね、交雑種ってさ、作るのってまあなんて言ったらいいんだろう、まあ無駄だよね、無駄、無駄だけど、わざわざね、こんな、例えば、イベントとかでね、うちは出店してるから、まあ、その時に、ウルムシなんかを作るのは、こう、お客さんとこの、とかとのね、交流とかがあって、面白いから、いいんだけど、こういう、まあ、世に出せない虫、まあ画像とか動画としては出せるけど、まあ人に手渡したりすることができない虫、まあ自分のところで完結しなきゃいけない虫だよね。そういうのはまあある意味無駄だけど、この無駄から分かるところもいっぱいあると思うんだよね。ちゅうことで、うん、面白いね。ちょっと見てみようか。1匹目こんな感じ。まあ後でアップで見るけど、一応こんな感じね。パッと見内視の位置はグランディス、顎先もグランディス、頑丈突起の位置は宝ペっぽいところについてる。ただ頑丈突起の感じはちょっとグランデスっぽいかな。前胸背板とか頭部はグランデスっぽい。あと腹部エリトラの艶なんかもグランデスっぽい。まあよくグランディスが現れた個体かな。出しとくか。あ、もうこれ結構潜っていっちゃってるな。逃げちゃう。裏返しとこう。はい、2匹目。2匹目はね、ちょっとなんか、顎が太いな。顎と内視が太い。こっちよりね、こっちに比べて。頭部がね、こっちはホーペっぽいな。
東部全境オーペっぽい。顎は太いね。内心もでかい。頑丈突起もほっぺっぽいな。ああ面白いこれ。腹部も全然違う感じ。このグランのこの、ま、ちょっとね間延びした感じっていうよりは腹部も小さめで、これ面白いね。さて、あ、3匹目ここにいるわ。3匹目。あ、これは少し顎が短い。頭部もほうぺっぽい。顎も太いね。ただ顎先、内歯はグランディスっぽい。なんか頭部前胸あたりは、ほうぺっぽいっちゃほうぺっぽいか。なかなか面白いね。じゃあちょっとアップで見てみよう。これがね、一番最初の個体。顎はちょっと細いよね。細くて、どうだ、顎先はね、やっぱグランっぽくなるんだね。内歯もなんか細い。細すぎるね。顎先はグランディスっぽい。顎の形全体がグランディスっぽいのかな。ちょっと細めのグランディスって感じ。頭部はね、こうやって見ると、頑丈突起は鋭いけど、ちょっと三角がぼやけてて、前胸廃盤、側縁、前胸の廃盤側縁、こんな感じ。パッと見どう？パッと見なんかグランディスっぽい。この腹部の、まあ、間延びした感じ、これもグランディスっぽい。こうやってパッと見たら、あ、グランディス？ちょっと内歯が前向きすぎ？ちょっと内歯が前向いてな。この大きさにしてはちょっとグランディスとしては内歯が前に向いてる。大きさは73ぐらいかな。どうだろう、このミーのこの指の幅ぐらい。こういう感じだよね。まあ、グランっぽいっちゃグランっぽいのか。ただこのやっぱり頑丈突起はちょっと長いよね。ただね、頑丈突起の位置としては結構外側についてる感じ。でもグランっぽいのかな。グランっぽいな、やっぱな。もし、
この感じで、まあこれはホーペのオスを使ってグランのメスを使ってるから取り違いがあった場合、グラン と、ホーペのメスを取り違えたりした場合、パッとこれが生まれてきたら、あれなんかおかしいなって、まず違和感のある個体。ミーだったら、あれなんだこれってなるね。もう、まあ、何匹も羽化したホーペ見てきてるけど、何これって違和感がものすごいある個体。まずこの顎先ね、ホーペこんな風になんない、絶対。これ。まず疑うよね、グラン。あれ、これグランですじゃねえのって。っていうぐらいパッと見がグランに似た個体です。一応ノギス持ってきたけど、片手じゃ無理なんで、まあサイズは後で測るかな。ちゅうことでちょっとライトもつけてみて、2番目の個体、これはね、なんかがっしりしてるね、顎も。まあ顎先はでもどう見てもグランだよね。これが羽化してきたとしてもすぐにわかる。あれこれメスグランと間違えたみたいな。まあオスはホーペってことは分かってるから。だけど内視がごついね。内視がごついよ。前胸背板側縁は、まあさっきの答えによく似てるかな。ただ頭部をパッと見ると、三角もうっすら出てて、なんかホーペの頭部によく似てる。ただどうだろう、腹部のやっぱね、艶だよね。艶はグランみたいな感じ。だからこうやってパッと見るとなんか台湾王みたいに見える。見えなくもないみたいな。顎の形状？顎の形状。こんな感じだからやっぱグランだよね。ただ内視はごついな。こんな風になるんだね。へえ、なんかやっぱさっきのともちょっと明らかに違う感じ。どう？内視ごついでしょう。でも顎先はやっぱグランなんだよな。前胸背板側縁。ただね、まあ最初に見た個体と同様、これがホーペの成虫って羽化してきたら違和感はある。違和感しかない、逆に。頭部はでもな、なんかホーペっぽいよな。頑丈突起、頑丈突起もさっきの個体よりは長くはない。シャープな感じ。っていう感じかな。
最後の個体、最後の個体も、うん、太いね、顎は。内視もごつい。当順、当順まではな、でもやっぱり顎はグランっぽいよな、グランっぽい。ほらもう顎先なんかももろグランでしょ。内視もね、太いけど、ただ眼状突起の位置はというか頭部がホーペっぽい、うん、ホーペっぽい。前胸も、うん、背盤側縁もそうだね。やっぱだけどこの羽はね、やっぱこう艶が強い。まあずっと自分がやってるホーペとかけたんだけど、それと比べたら明らかに違うね。でもまだこれはくすみがある方なのか。3匹比べてみるか。3匹比べてみる。よし、ちょっと待ってね。はい、こんな感じ。やっぱこれ最初この右から紹介してったんだけど、やっぱ右の個体顎はちょっと細いね。こうやって見ると顎細い。この個体とこの個体はちょっと顎が太いかな。あとどう見比べていくと、これとこれの場合、ほらやっぱ眼状突起の出方が違うよね。右の方が一番最初に紹介した交雑個体の方がグランっぽいよね、眼状突起が。こっちとこっちは一緒なんだよね。なんかホーペっぽい、頭部自体がもう、こっちは頭部自体がグランっぽい、グランっぽいとかって、うん、これ廃盤もやっぱり腹部もこの最初の個体はグランっぽいんだよな。こっちの個体はとこっちの個体は頭部がまあ多少の違和感はあるにしても、うん、これはホーペっぽい、これもホーペっぽい。うん、腹部の艶の違い、腹部の艶の違い、まあ似通ってるっちゃ似通ってんのか。腹部の形状、腹部のまあそんなにばらつきはないと思うんだけど、って感じ。まあこんな感じになるんだね。これじもうこっちから順番にこう紹介していった順番、これは明らかに頭部がグランっぽいもんね。こっちはまだやっぱホーペっぽいな。これも腹部前胸、まあ難しいけど、そうだね、顎は全てグランディスっぽい。だから例えばもし誰か間違えてグランのメスとかけちゃったにしても、これらをホーペとは言えないよね。まあ1回目でなんか違和感ありありっつって弾くよね。この系統ごと、まあミーだったら系統ごと弾く。なんだこれっつって。こんなんホーペじゃねえっつって弾くね。ただ、まあ今回は
いろいろ考えてて、続編なんかもね考えてる。せっかく3ペアいるでしょ。この細いのはちょっとやめとこうか。細いのはやめといて、こっちの中顎の太いやつ、頭部が頬べっぽいやつ、これにこの2個体に1オスはインライン、もう1オスはホーペのメスとかけてみるっていう実験をやっていく。まああんまり数取らないけどね。まあミーのただの知見として、やっていこうかな。どうなんだろうな。目がね、やっぱりグランディスってちょっとクリクリしてて大きいイメージ。でもこの辺もそうだよな。やっぱグランがちょっと前面に出るのかな、一代目は。まあ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 、っていう、F1 の結果でした。まあ対象個体がね 3匹っちゅうことで、そんなに多くはないから、まあただこれがちょこっとずつ前後して生まれてくるだけであろうっていう予測で、とりあえずこの子らの子供をもう一回取ってみる。じゃあこの真ん中の子をインラインにしてみようか。でこの最後の子をホーペのメスとかけてみようか。まあこの子はちょっと顎は細いし、ちょっとまあやめといてっていう感じでいこう。全胸排卵側縁は あんまり変わらないのかな。あんまり変わらないかな。これラオスでやればよかったかな。ラオス系のグランだったらね、まあいわゆる G タイプ廃盤というか、 G タイプとまあホーペのまあ一応 C タイプ、クルビータイプみたいな感じで、もう少し面白い結果が出たかもしれない。顎がホーペっぽいっていうのはなかったな。この辺内心も太いね。この子だけ細いね。っていう感じです。やっぱりね、見てても頭がもう明らかに違うね、この2匹は。これはやっぱグランっぽい。腹部の形状も、まあ大きさなんかもあるから、大きさ測ってみようか。このグランっぽいやつ、一番細いやつ。これで74。こっちが72
2番目が72。これが最後のやつが73ぐらいかな。面白いな。等幅はそんなにないか。これは20、真ん中のやつは26ぐらい。最後のやつは26オーバー。これは小さいね。25ぐらいかな。グランっぽいやつは。まあ、ただ、どれも、違和感しかない。ホーペとしては扱えない。ただやっぱこの頭部がちょっとうっすら三角が出てる、この2番目に紹介したやつと3番目に紹介したやつ、これをちょっと使ってみたいかな。これもなんか本当見た目グランって感じ。ただちょっと内視前に向きすぎだけどね。これは他のはちゃんとした中指だけど顎は太い。この2匹はね、ちょっとやっぱり2番目と3番目ね、この2匹はちょっとやっぱり違和感が多いね。腹部も長さもそんなに長くないしね。どっちかっていうと、短め。だから、ほっぺの特徴が出た、少し強いのが、この、これとこれだね。2番目と3番目。顎先は全部グランだね。こんな風になるんだ。まあいいや。じゃあ、このグランっぽい1番のやつは、もう、類代はしない。これはやめとく。で、この2番目と3番目、こっちで、まあ、2番目がって言ったけど、まあいいか。2番目のやつをインライン。3番目のやつを、ホーペのメスとかけていく。っていう、実験の続行をやっていきたいと思います。それにしても暑いね。撮影してるだけで汗かいてきちゃう。ということで、まあ、今日はこんな感じで、グランディスとホーペの交雑種の考察でした。これはまだまだ続編も作っていくんで、またよかったら見てください。ということで、お疲れ様でした。